いいなトラは、戦国時代から安土桃山時代にかけての唐と海、いいの屋の領主。いいオト虎という名の人物についての同時代資料は一通の書状しか存在しないが、通説では、江戸時代に書かれたい種の家電、いいけ電気において、女性ながらいいけ当主になったと記載された、いいな盛の娘、次郎法師と同一人物とされる。その存在については、 様々な考察がなされている。次郎帽子は、総祖父は、い忠平、祖父は、い忠ただで、い忠氏を親と婚約したと言われるが生涯、未婚であった。徳川四天皇、いい政の養母と伝わる。い年譜などでは、月山殿は、い忠氏平の孫娘と記されており、その場合、月山殿は、十宿母にあたる。とう国の井井の娘として、 誕生。母は、兄の親のりの妹、ばきに。少年は定かではないが、天文五年前後に誕生したのではないかとする説がある。陽名は不明。父、直森に男子がおらず、直森のいとこにあたるいい正し親を、婿養子に迎える予定であった。天文十三年、今川しおりきの小野正直の残言により、自家親の父、いい正しが、 弟の忠義と共に、今川義元への謀反の疑いをかけられて、自害させられ、自家親も、井伊家の領地から脱出、武田領の死なのに逃亡した。井伊家では、直親の命を守るため、所在も生死も、秘密となっていた。井伊名付けであった直虎は、竜大寺で出家し、次郎帽子を名乗った。自家親は工事元年に復帰して、直盛の養子となるが、 一族の奥山あさりの娘、お日を正室に迎えたため、自家虎は今期を一することになったとされる。永六三年の桶狭間の戦いにおいて、父、直森が戦死。養子氏としてその後を継いだ、自家親は、永六五年に、尾道義の残言によって、今川氏真に殺された。直虎ら一族に類が及びかけたところ、母、 言うつばきにの兄でおじにあたる新井の親のりの用語により、救われた。A66 年、曽祖,祖父の井忠平が、今川氏真の命令で、天野市の犬石路攻めの最中に急死。A67 年には、伊氏は、今川氏に従い、引き魔状を攻めて、新井の親のりや、重臣の中の直吉らが討ち死にし、家中を支えていた者たちも失った。伊家の母大寺である竜部下寺住職の、 南京随技記により、自家親の子、虎松は、宝来寺に移された。永六8年、次郎奉仕は原俗史時期虎と名を変えいいしの当主となった。自家虎は名であって、本当の名前ではない。いい伝電機によると、次郎坊氏は女こそあれ、いいけ総領に、生交換とある。自家親の死去により、次郎坊氏しか後継者がいなかったため、直おの未亡人と、 劉部デ寺の南慶応将が相談の上、女性寺童を誕生させた。女じ童とも呼ばれたが、この時代の寺童は、鎌倉時代の意味ではなく、領主の意味として使用されていた。A68 年9月15日、劉部デ寺への寄信状に、自家とが刻印を押して、治療を確認した。自分の家の菩提寺ではあるが公的な印判状を出し、書き留め文言が、 なお、助見とあるので、領主として、領域支配に取り組んでいた。陰板上の文中で直虎は、次郎法師と名乗ることで流カデラを中心とした、宗教秩序の構築の主張に関わる権利、そして、いい家の総領としての権利を手に入れており、宗教的な権威と、実質的権力を持った。a 六九年、下月吉日、自家平の母提を弔うために、 河野の福光寺に金を寄進した。同年、今川氏真は、飯野屋一帯に特性令を出しているが、2年間実行されなかった。これは、直虎が氏真の特性を跳ね付けたためだが、A61 年11月9日、特性令の発動に踏み切らざるを得なくなった。次郎寺虎と署名した文書があり、今川氏の関口氏真と連書して、特性を八禅神社に伝えている。 この背景には、ジカトラは、再建種である、選手方と結託して、特性を施行しようとはせず、農民は、今川氏を頼りに、特性の実施を迫っていた状況がある。すなわち、ジカトラと、選手方による、特性霊拒否派と、い氏の過労をの田島守ると結ぶ岩井田ねぎら、特性霊要求派の対立があり、この状況は、今川氏にとって、 いい家に介入する絶好の機会となったと言える。小野道義の戦王は続き、禄十一年には、居城、い、e、い国城を奪われてしまうが、小野の戦王に反旗を翻したいい谷三人衆に、三河国の徳川家康が加担し、家康の力により、実権を回復した。元気元年には家康に嘆願し、家康は、道義美の直親への残言を咎め処刑する。しかし、 元気三年秋、品野から武田氏が進攻し、巨城、伊、e、い国城は武田家臣、山形正影に明け渡し、伊平城の伊い平寺家政も、仏坂の戦いで敗死すると、徳川氏の浜松城に逃れた。その後、武田氏と対した徳川、織田連合軍は、三方ヶ原の戦いや野田城の戦いまで敗戦を重ねたが、武田勢は当主、 武田信玄が病に倒れたため元気4年4月に撤退した。その間、直虎は元いい名付け、直親の維持、虎松を養子として育てた。天正三年、直政が十五歳の時に徳川市に出資させ、その際に直政は三百国を与えられた。流部家寺境内の石一族の墓。左から直政、お日よ、直親、直虎、雄う椿に。 晩年は、母が落食後に過ごした、竜丹寺の松田家院で過ごしたとも、自公案で過ごしたとも言われる。天正十年八月二十六日、死去。家徳は直政が継いだ。亡きは、自公案に葬られたという。改名は、月、ツ、泉遊園全城に。後年の追前供養による送りな、妙雲院伝、月仙遊園大師により、自公案は、妙雲寺に改められた。 いいの母大寺である竜部下寺では、自家虎の墓は、直親の隣にある。岩井田座との有力者宛てに、特性霊の実施を命する書状に、次郎実ト虎の署名が見られる以外に、イーナオト虎という名の人物についての同時代資料が、ほとんどないことから、その実態、ひいては性別についても様々な議論、異説が存在している。イーナオト虎イコールジロ郎奉仕とされた根拠は、 戦術の特性例の書状の署名より、当時二郎直期虎と名乗る領主がいたことと、戦国時代の井忠平とその子孫の活躍、井直政の幼少期までが叙述される井家伝記にて、二郎法師が同国の国衆井氏の事実上の当主を務め、同じ党と呼ばれた、との記述による。当時の一時資料や井家伝記自体には二郎法師が自家虎を名乗ったという明確な記述はない。 また、いい電気自体も、御殿を含む地元の伝承をもとにして記述されており、史実とは言い難い内容も多い資料である。特に、いいただし親と言い名付けであったという点は、自家親が新州に逃れた、天文13年時点で、自家親は10歳、直森は19歳であり、この時その娘が生まれていたとしても、出帰しようという判断力のある年齢ではないため、 史実ではなく創作されたものとする考えもある。このような状況下で、2016年12月、京都市のい、e、い美術館館長、良、e、い達夫が良いなお虎は、女性ではなく別人の男性と示す資料が新たに確認されたと発表した。それによると良いなお虎とは、今川氏家臣、関口氏常の息子をいい次郎と名乗らせて当主としたものであり。 井いなの娘である二郎法師とは別人であるという。発見された資料は、教法20年に編集された森安公書記で、その中には、寛永17年に、二の親のりの孫で、井い家がを務めた、木又守康が聞き書きした記録を、子孫の木又森貞が筆写したという、雑秘説写式も収められていた。井い,い館長が、約50年前に、 骨董品店で入手した資料の中にあり、取材をきっかけに読み返したところ、いい次郎の記述を見つけたという。資料内では、今川氏真の配下にあったいい家について記されており、飯谷の領地が、新の屋の利の井いで、先日の関口氏常の子である、いい次郎に与えられたと後から書き加えられた形での記述があり、これが別人説の根拠とされる。一方で、 同資料中の記述は、いい次郎に止まり、かなである、ジカトラの文字は見当たらなかったという。大和田哲夫はこの資料が、江戸時代に書かれたもので、同時代資料でないこと、当該の、いい次郎が、直虎である記述がないこと、次郎は、いい家総領代々のかなであり、次郎奉仕が存在する段階で、別の人物が、いい次郎を名乗るのは考えにくい点を指摘している。また、 流部下ラ文書中に、次郎法師名で発給された、印番状があり、出記した次郎法師が一時的にではあれいいだにを、支配していたことは明らかであるとしている。大石康氏は、2016年12月に、いい達夫が、自家虎は、次郎法師とは、別人の男性であるという説を発表する、約2ヶ月前に、次郎法師、そして、自家虎が男性か女性かは断定できないと、 著書で述べつつも、大和田と同様に、同時期に、池内部で、次郎を名乗る人物が二人いたとは考えがたく、次郎法師と次郎直虎は、同一人物であろうと推測している。以上を総合すると、良い達夫の主張は、伊い次郎法師、伊い次郎直虎、大和田哲夫の主張は、伊い次郎法師イコール伊次郎直虎、大石安氏の主張は、伊い次郎法師イコール伊次郎直虎となる。 磯田道文は、瀬戸方久し宛、今川氏真判末によると、A61 年9月においては、次郎法師が、イ谷の支配者であったと今川氏が認識していたと指摘した。その上で、同年11月の書状に、自家ドの名前が急に登場することから、磯田は、武田、徳川の圧力を受けて、滅亡寸前だった氏真が、次郎法師が支配するイ谷に、回来投主、 すなわち自家虎を送り込んだが、翌12月の家康の田二平殿と、今が明滅亡によって追い出されたと推測した。この主張は、良い次郎帽子、良い次郎直虎という点では、良い,い達夫と一致しているものの、二人ともが当主の座についているという立場である。また、渡辺大門は、森康公書記、雑秘説打式は、江戸中期に成立した変産物で、 そのまま史実と認めるにはいかず、他の裏付けとなる資料による検証が必要であろうと、慎重な姿勢をとっている。ありがとうございます。